こんにちは、ダイスです。今回はドラクエモンスターズ3続きからやっていきましょう。厄災の魔球低層の3つ目の封印のところです。次でラストだな。最後も勝てるかな。この前のところが結構つらかったんですけど、大丈夫でしょうか。ちょっと選びながらやっていきますね。とりあえずですけど、それと倒れたくないところにあげましょう。ドラゴン系じゃないんだけど、もうしょうがないですよね。守備を下げる。スカラ、まあ自分にかけてもいいんですけど、ね、これでこんなかな。はい、行きましょう。よし、これで次いきます。次は素早さを上げる。素早さいる？賢さを上げる。マネーさとかはちょっといけないかもしれないのでわかんないんですけど、賢さを上げる。自分を上げましょう。で、次は肩代わり。シャイムタワーはいるかな。賢さいらない気がするので、稲妻斬りをする。で、最後ブレスあるかな、ちょっとわかんない。じゃ最後のスカラかな。はい、上がってるじゃないや、戻ってる。上げてないですよね多分。相手は分かんないけど下がってる状態だから多分大丈夫だと思うんですけど、いいかな。賢さを次はかけたいかもしれない。賢さ上げていく。で、チクラは息、いや全体にだからちょっと MP を考えると反対がいいですよね。稲妻斬りで、ホイミをここにかけるかな。はい、甘い息、息あるね。息持ってた、似ちゃいましたね。マヌーさ、ガンハの効果自分かな。でクラスラインはルート割りで寝てるので、ちょっと入れ替えします。はい、花咲ちゃんが命中率下がるかな、ちょっと分かんないですけど、これでいきましょう。あ、みんなに今お願いしてたやつ全部削除されてる間違っちゃった。先に変わってからにすればよかったですね。失敗しちゃったけど、まあ大丈夫かな。あ、下がった下がった、よしよし。じゃあここからいきます。スカーラをかける。で、次カブト割り。紫はゾンビ斬りをする。で、マンドラちゃんは自己本意と。はい、これでとりあえずは大丈夫かな。ちょっとずつになっちゃいますけど、息の攻撃嫌だな。今息をかけられなくする子がいないんですよね。なのでどうしよう、道具全体にして、あとはもうお任せせんと一旦かけちゃいます。多分大丈夫だと思うので、よしよし、ミスミス、大
丈夫だよ、頑張れ。よし、終わりました。これが一番楽だったかもしれないですね。自分でやってるからかもだけど。お、1000もらいました。ありがとうございます。そして最後の記憶です。どんな内容なんでしょうか。わずか数日で世界の半分を焼き尽くすとは。生まれてはならぬ災いの子らよ、地の底で眠るがいい。ん？災いの子らってことは数人いるってことですよね、多分。その身とその心切り離し封印しよう。え？大罪人石川、二度と目覚めることのない古代エルフの異界へと閉じ込めた。うん、だが災いの子らが再び目覚めた時、母である彼女のもとへ向かうだろう。二度と同じ惨劇を起こしてはならぬ。天空の書に書き記し、未来永劫に語り継ぐのだ。どれぐらい過去にあった話なのかわかんないですけど、大丈夫ですか。本当に現実に起こったことの誰かの記憶なんだけど、進みゆくのは何がため。誰なんだろう。でこの人も謎。いや、どうやら全ての記憶を解放したようだね。うん、必要な情報は見られたかい。必要な情報、ようやくマスタードラゴンの支配から解放されて気分がいい。この方はこれでどういう方なんですか。僕は僕の使命を果たせる。え、なんだろう、使命。使命ってこれじゃ監修じゃなくて別にあるってことですか。お、危ない。あ、ありがとうございます。なんだろう、使命って。きっとまたどっかで会うんだと思うんですが。とどめはちゃんと刺さないと。これは一つ貸しにしておくよ。いつか僕が困ったら今度はあなたが助けてね。さよなら。やっぱりきっとまた会えるってことは関わりが虚な力にしがみつく強い人な気がしますね。おごれるものに破滅の音色。なんだろう、いろいろ気になるけど。難しい話になってきました。とりあえずロザリーヒルへ帰ろうぜ。父ちゃん、仲いいな。あれ、ああそういえば聞いてなかったですね。弟がいた。でも生まれつき病弱でさ、親がいなかったから生活は貧しくて、満足な食事もできずに病気で死んじまった。そうなんだ。なあ、俺たちは似てるって前に話したことがあるよな。家族を失ってから俺も自分の命なんていつ終わってもいいと思って生きてきたんだ。だけど今はそう思ってないぜ。なんかいい話聞けた気がします。グココグーは何だろう。おお、どうしたの。なんだこいつ、ドラゴンの子供。かわいい。わかるの？ロザリー君すげえ。すごいね。マスタードラゴン様から大事な話があるんだ。ん？僕についてきてですって。
ドラって竜の神様だろ。すごい、なんかマスタードラゴンマスドラって呼んじゃってる。そこが気になっちゃいましたけど、とりあえず行くみたいですね。移動なんだね。とにかく行ってみましょう。ん？旅の扉から行けるの？すごいところに繋がりましたね。ここからマスタードラゴン様がいる天空城へ行けるのですね。すごい、天空の城だ。天空の城、過去作遊んだ時になんかあったな、行った記憶はありますけど、同じものなんでしょうか。そう、天空シリーズはねちょっと遊んだんですよね、その昔ドキドキしますね。わ、すごい綺麗なとこだ。天空人がいっぱいいる。羽ついてますね。ここが天空城。じゃあ行ってみましょう。上にいらっしゃるのは我らが王マスタードラゴン様である。マスタードラゴン様にお会いになりたいのか。あ、はい。いや、普通に通してくれるんだね。ならぬとか言われるのかなと思ったら普通に通してくれました。あ、いらっしゃった。こんにちは。よく来てくれた。私はこの城を治めるマスタードラゴン。お前たちをここに招いたのはあるものの復活を知らせるため。それはかつて世界を滅亡させた災いの子。そのものの名は名は？ん？おお！そのものの名はエスタークだ。地獄の帝王エスターク。まさか。間もなく地獄の帝王が復活し、世界は再び滅亡の道を歩もうとしている。しかし滅びの危機から世界を救うという伝説の勇者もまた生まれたのだ。勇者と共に地獄の帝王を倒せ。え、そして魔族の血を捨て人間として生きるがいい。え、これはお前の母の最後の願いでもある。納得できるであろう。あ、はいにしちゃった。押してしまった。あいにくだが私を欺くことはできん。あ、はい、よかったよかった。地獄の帝王を刺激し己に従える。お前の心はすでにそう定まっておるのだろう。そこまで思っていないんだけど。父を倒して魔族の王になるというあの日の意志は今も変わらぬということか。なんか自動に進んでいきますね。地獄の帝王を刺激するというのならば私はそれを見過ごすことはできない。それに、うん、かの力を得ようとする者は他にもいる。その者の名はイシュカって言ってた方が復活したんですかね。さっきの話の流れだとそんな気がするんですけど、違うのかな。三回魔王ザガンギエ。全然違う人だった。ランリオル大帝に並ぶほどの実力者であり、うん、地上のすべての魔物を治める存在だ。あ、地上なんだ。魔界じゃなくてね。なるほど。スケールが大きくなっちゃった。人間と魔族の戦いは激化し、いずれどちらかが消え去る運命にある。共存は難しいってことですかね。勇者の存在がある限り魔族に勝機はない。それがお前の答えか。うん。
ならば行け。特に何も言ってないんだけど。ザガンギエルの巨城デスパレスは、うんうんうん、人間界の南方、場所を教えてもらいました。絶海の孤島にある。あロザリーヒルの旅の扉から行けるよ。意思の疎通がちょっとできなくなってる。私が道をつないでやろう。あ、行けるようにしてくれるんですか。猿がいい。お前は天界と決別した。この地に二度と足を踏み入れるな。え、お呼ばれしたから来たんだけどな。おかしいな。ちょ、あの、探索したい。探索できなかった天空師匠。話しかける前に探索すればよかったですね。問い返しがつかなくなってしまいました。ちょっとやっちゃった感があるけど、まあしょうがないですね。そうなんだ。バイバイドラゴン、ありがとう。ごめんね。おい、お前、さっきマストラに話してたあれ、地獄の帝王を従えて、うん、人間と戦うってことは俺とも戦うってことだぞ。そんなこと言ってないんだけど。本当にやる気か。いや、多分入って答えなきゃいけないんだろうね。信じらんねえ。しかも地獄の帝王だけじゃなく、うん、3回魔王ザガンギエルも従えるって。それは無理だ、うん、お前はザガンギエルのことを知らないからそんなことが言えるんだ。ベネットさん知ってるの？魔界の王ランディオルが人間界の魔物に手を出せないのはザガンギエルがいるせいだ。奴は強大で地上の魔物たちに慕われてる。なあ、俺たちは種族が違っても分かり合えてたはずだろ。今ならまだやめられる。何も言えないんだよ。そうかよ。いやいやいや、何も言ってないですよ。それがお前の答えかよ。分かった。だったら今から俺たちは敵同士だ。二度と顔も見たくねえ。あー、言っちゃった。ベネットさん、何も言ってないのに進んでいってしまう。悲しい。お呼びですか。来てくれましたね。なんですと、エスタークが復活し、うん、それを倒す勇者が人間界に生まれたですと。分かった。僕たち絶対勇者を探し出してみせるよ。ごめんね。よろしくお願いします。どうしたらいいんだろう。はい、デスパレスに到着しました。始まってしまった。隠れたかったんですけど無理でしたね。なんだ貴様は。ここは我らが王ザガンギエル様の居所、うん、デスパレスであるぞ。うまそうな肉だな。お、サイ、命知らずなガキめ。あ、普通に戦闘始まりなんですね。じゃあちょっと行ってみましょう。魔物の群れが現れた。まあ、何がいいか分かんないのでとりあえずいろいろやってみます。敵一体ラリフォーでしょ。マヌーサー、何がいいかな。全体でゾンビはいないんだよな。ゾンビいないんですけどしょうがない。マンドラさんは、そうだな、ブレスあるかちょっとわからないので守備力をね、自分のやつを上げときましょう。これで行ってみよう。お、かかった。次もマヌーサがいいかな。あ、全体攻撃ありますね。守備力上げられるのか。ちょっと困りましたね。どうしようかな。マヌーサ、なんか下げたいですよね、何かしらで。いや、メラミとかじゃない気がするんですけど、火炎でいいかな。で、花
サキちゃんは眩しい光を破って、ワンドラはブレスダメージを減らす防御スカラを入れとこう。はい、うん、下がりましたね。よかった。命中下げるの大事ですね。たぎる。まだ全然当たりが良くない。はい、命令でもう一回マヌーサかけて、マヌーサかけなくてもいいか、一回下がってるのでこれでどうしようかな。もう一回選びます。賢さを上げる、いいって。素早さどうしよう。スカラで、じゃあ自分のを上げて全体攻撃。花咲ちゃんはギラ、ゾンビ斬りをここからベンガルからちょっと落としていきたいですよね。特にやることないんだけどな。どうしよう、スカラ上げていきましょうか。装備を上げます。スカラ下げられましたね。でも防御、あ、封じられたけどいけますね。切る技とかだったらいけるのでね。それでやっていきましょう。はい、眠り攻撃、火炎の息、これ息なのでね、いけるんですよね。で、ゾンビ斬り、マンドラは、ちょっと何もできないので防御かな。一旦防御して、次変えます。頑張れー。よし、で、入れ替えしましょう。返して、命令ケージドラキーに眠り攻撃してもらって、サクラは火炎抜き、花咲はゾンビ斬りをこっちで、冷たい息全体、あ、火炎冷たい息ちょっとやってみましょうか。どれくらい入るのか見たいです。でもちょっとだからなんとかなりそうかな。冷たい、あ、こっちの方が入りますね。で、道具で聖水で回復して、命令をまた同じなんですけどね、同じにしていきます。まだいけるんで、全体眩しい光やる。で、かな、はい、みんな頑張れ。命中がね、今下がってないので下げたいですよね。よし、一体終わり。次です、頑張りましょう。眩しい光、よし、下がりましたね。危ない危ない。無理攻撃、こっちかな。全体カブト狩りの方がいいのかな。ゾンビ斬り、冷たい息、よし、寝なかったけど、いけますね。大丈夫そう。頑張れー。はい、じゃあ次、戻ってきましたね。スパイアさんをあげる。さあ、ライオンってドラゴンなのかな。なんか違った気がする。カブト割り、
ゾンビ切り、はい、冷たい息、よし、お、下がりましたね、命中浮かない、やめてほしい、頑張れ、さあここからは多分全体でやっていい気がするのでみんなにやってもらいます、おすすめ技でね、よしよし、あと1、もうちょっとだ、頑張れ、この辺は全然大丈夫ですね、よかったです、ありがとう、はい、魔物の群れをやっつけた、だいぶレベル上がってきましたね、嬉しいです、よかった、回復したい、なんちゅうやつだ、ん、おい見ろ、ジンマー将軍だ、ん、あれ、ちっちゃい頃出会ったおじさんですか、なんかそんな感じしません、これであいつもおしまいだぜ、前に会ったことありますよね、実力だけならザガンギエル様をしのぐと言われるお方だ、小僧、この城に何をしに来た、違う人かな、ちっちゃい頃会ったことありませんか、何、ザガンギエル様を従いに来ただと、違う人かな、なめんなよ小僧、さあ今日ここがお前の墓場となる、言い残すことはあるか、はい、墓場にはちょっと なれたくない、あ、普通にそのまま2000なんだねそのまま2000だったのか、でも回復してからやりたかった、ありがとうございます、無理だこれ、ここは無理、命中率下げたかったんですけどね、勝てなかったのでレベルも上げてモンスターの配合してきました、これで勝てるんじゃないかなと思うのですが、なんかいる、あれ1個ずつになるのかな、うん、見つかっちゃった、横側からすり抜けられるかなって思ったんですけど無理でしたね、気づかれちゃった、再びやってきました、何度来ようが同じことだ、いや、わかんないよ。やってみましょう。勝てるかどうかわかりませんがね。ちょっと育成はしてきたので、自分で動かしてやってみたいと思います。はい、じゃあ命令。明治ドラキーは、守備力を上げたりするのができるんですけど、どうしようかな。眠らせる、いや、でも無効だね。無効だね。無効だね、無効だねそうか、ってことはもうエスカラとか素早さ上げて攻撃するしかないのかな、まあいいか、とりあえず守備力上げていきましょう、で経験付き、あ、守備力の影響を受けない、ちょっとやってもらおう、でヘルコンドルが全体を回復みたいなのをね今入れてきたので、とりあえずスクルトで、あ、ヘルコンドルがスクルトするんだったらメイチトラキーは素早さをヘルコンドルに上げてあげればいいかな、でキラーマシンに何がいい、悪魔系の、あ、悪魔切り持ってる、これで良いのでは、ちょっとやってみましょう、素早さ上昇ね、で、スクルトかける、はい、守り上昇かけます、ミスミス、カブト割り、大丈夫そう、で、聖剣好き54、結構入りましたね、はい、じゃあ次メイジドラキーに素早さをちょっと上げてもらいます、いや、でもホイミが先かな、ホイミをして一番最初に攻撃するんでね、で、スライムタワーが今できなくなってるからしょうがない、
況でしょ。あ、そういうことか。眩しい光をしてもらう。キラーマシーンはハートブレイク、魔人斬り、会心の一撃、いけるかな。サミダレ斬り、でも全体じゃないので多分悪魔斬りの方がいいんじゃないかな。これでいきます。ゆっくりやろう、ゆっくり。はい、命中率を下げます。もうちょっとずつ命中下げましょう。で次からもう全体攻撃ですね。はい、次命令、ドラキーにホイミをちょっと危ないので自分に入れる。で、自分に入れるじゃないかも。ドラキーはスカラ、いやーピオーラをどうすればいいんだ。ここに入れる？わかんないけど。次、インテ、賢さを上げる。稲妻斬り、切ってもらおう。で、エルコンドルはベホマラーで全体を回復。これで結構いきますよね。で、キラーマシンは悪魔斬りで、キラーマシンに魔法の小瓶10、30入れてあげる。ちょっともったいないかもしれないですけど、最初に使っちゃうのでね。27しかないんですよ、ね、あげたいのに。しょうがないです。素早さあげる。会心の一撃出ましたね。大丈夫な気がするんだけどな。はい、じゃあ次、メイチドラキーがホイミする。で、タバーちゃんも自己ホイミはちょっと厳しい気がするので、そうだな、稲妻斬りで、ヘルコンドルは回復じゃなくてスクルト、スクルト入れる。はい、キラーマシンは大キルトを自分にかける。大丈夫かな、ちょっと不安すぎるんですけど。ほいね、はい、ちょっとしかいかないけど多分大丈夫だと思うんですよね。さすがに、よし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 。あー倒れちゃったか。いや、しょうがないです。入れ替えします。じゃ、まだね、後ろにいろいろいるのでやってみましょう。一気でしょ、ため息。どうしようかな、マンドラゴラと一回変えてみる。マンドラゴラはいいのかな。スカラとかしかないのか、どうしよう。困った。いやー、ちょっと待って、なんかないですか、なんかないか、なんかないか。砂煙ありますね。砂煙してもらおうか。ちょっと、いや、でも回復役にいた方がいいのかな。ちょっとこれにします。はい、で、自分で道具を常薬草でいいかな、とりあえず常薬草を入れて、明治ドラキーにスカラをかけてもらって、スカラ、ちょっと待って、メイチトラキーにスカラ、スカラだってるね。スカラをかけてもらって、でドラゴくんは砂煙で命中下げる。でヘルコンドルは全体回復、キラーマシンは悪魔斬り。はい、いけ、頑張れ。多分ね、間に合うと思うんですよね、回復も。よしよし、早いね早いね、先に撃てますね。砂煙、落とせ落とせ。まあミスだーミスだー。あ、大丈夫大丈夫。次、道具、
ブレの水でしょ。魔法の聖水で MP を1回コンドル君回復で、ウチトラキーが素早さをじゃあ上げてあげよう。で、どうすれば息を吸い込むでしょ。もう1回砂煙をちょっとやります。でヘルコンドルは全体回復、ベホマラいる？今いらない気がする。スクルトね、スクルト大事で、キラーマシンは悪魔斬り勝てるかな。ジンマショウ君だいぶ辛いのですよね。だいぶ辛いんですけど、あ、下がった下がった、命中素早さ減少、後で上げましょう。よしよし、守り上昇してる。したら道具 MP 魔法の聖水をここに入れてあげる。で命令で守備力を上げる。素早さ下がりましたよね。ヘルコンドルに素早さを入れてあげる。でドラゴが入ったのね、2、3ターン敵の命中を下げるを入れたので、これでなんかないか、なんかないか。火炎斬りちょっと分かんないけど、やるだけやりましょう。でホイミと、うわーホイミかな。でキラーマシンは悪魔斬り、はい、頑張れピオラ。はい、素早さ上げましたよ。真空化、あ、持った持った、よしよし、いけましたいけました。10しか HP 余ってないけど大丈夫そう、よかった。これで道具入れなくてもいいかな、ちょっと怖いのでね。トコヤクスを入れる、入れなくてもいい気がするな。エモーレの水、いや、いらないな。銃回復、回復で、命令ドラキューが素早さ上げる、防御上げる。ピオラをここにかけてあげなきゃいけない気がする、なんとなくですけど。で火炎斬り、火炎斬りあんまり効いてないんだけど、もういいか。でベホマラかけて、キラーマシンは悪魔斬り、はい、魔法の込みにちょっとだけ回復入れときます。やることないときは回復だ。よしよし、これで一番最初に打てるようになったんじゃないかな。よし、ミスミス、頑張れ。来たー、よかった、キラーマシン作ってて悪魔斬り持ってましたね。私のキラーマシン小さくないですかあれ、小さいサイズで作っちゃったのかな。ドラキーとあんまり変わらないんだけど、まあいいか、可愛いから。大したやつだ、よかった、小僧勝てましたね。ザ、あの方が剣を振り下ろせば数万の魔物も一瞬で死に絶える。逆らって生きて帰った者は一人もいない、うん、それでも会う覚悟はあるか。どこまでも愚かな小僧だ。会いに行きましょう、せっかく勝ったので。これは2人で行くことになったみたいですね。どんな方なんでしょう。ザガンギエル様、はじめまして。すごい、なんかお前がひげが立派なおじさま。お前が地獄の帝王エスタークの使役を企んでいるという、うん、どこで聞いたか知らんが確かに我々は、うん、地獄の帝王を手中にする目前まで来ている。
ロではないですよね。怖いんですけど。三回魔王怖いんですけど。さ、あの連続ちょっと嫌なんですけど大丈夫でしょうか。連続だった？あ、なんか違う。お待ちしておりました。え？我らが王よ。え？なんで？え？この城を用意したのも、うん、エスタークを探したのも、すべては貴殿のため。え、どういうことですか？あ、やっぱり小さい頃に会ったおじさん、この方でしたね。やっぱり成長したな。びっくりした。さっきは悪かった。ザガンギエル様に会わせる前に、お前の力を試しておきたかったのだ。やっほー、あたちチマ、覚えてる？前に会ったよね。子供の頃、あの時君は、あたちたちが止めるのも聞かずに言っちゃったなのよね。なのよねって言ってたなのよね。わあ、すごい。オープニングで見た時に一緒にいた子たちです。この地で貴殿を新たな王として迎え、ランディオルを打ち倒す準備をしていたのです。なんでザガンギエル様はこんな感じになってるんだろう。ランディオルを倒すためだけに生きてきた、私のこの思いを託せるのはもはや貴殿しかいないのです。そういうことなんだ。我らの王となり。わかりました。おお、ついに時は来た、リリー。さあ、我が王よ、新たな王の誕生を皆に伝えてください。こういう流れで王になるんですね。あの代替わりってやつだと思うんですけど、地上の世界の王になったっていうことだと思います。城の魔物たちに新たな城主になったことを宣言した。これで我が意志は託された。え、そんなに急になんですか。いや、もうギリギリだったんだね。ザガンギエル様、大丈夫？もうちょっといろいろ教えてもらいたかった。急すぎると思うんですけど、この流れは。お墓ができましたね。誇り高き魔族の民ここに眠る。お前に教えてやる。なそうとしていたこと。ランディオルの長兄、暴将ディオロスが生まれるまで、あの方は、次の魔王と目されていた。ディオロスは確かに強い。だが、性格は残虐でひどい。奴に魔界の支配権が渡れば遠からず魔族は滅びよ。ザガンギエル様はそうなる前に奴を倒し、魔族の全てを救おうとなさっていた。いい王様だったってことなんですね。魔界との戦いは長引き、年老いたあの方は、願い叶わぬ運命と諦めかけていた。そこにお前の噂が聞こえてきたのだ。魔界の民を次々に救済するお前こそが次の王にふさわしい。ザガンギエル様のお墓作ってくれてありがとうなのよ。慕われてた王様だったんですね。託されましたよ。桃のトラベライト。これで新しい魔界に行けるなのよ。
肝心のエスタークは未だ見つかってね、はい、人間界の近くにいることはつかめているんだが、その間お前は魔界の19エリア。 19? これからは君が私たちを導いて。初級がこれで全部終わったってことなんですね。なるほど。という感じで、なぜか急になんですけど、魔物の城デスパレスを手に入れました。デスダイス、ちょっと待って、デスピサロにすればよかった。本当にあの名前をピサロのまま来たらめちゃくちゃかっこよかったんですけどね。ご主人公の名前今作変えない方がよかったと思ってしまいますはい、ということで次回は続きから進めていこうと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!